貢献天皇、貢献天皇。 じゅそして、聖徳天皇、聖徳天皇、聖徳天皇、七百十八年、養老二年から七百七十年八月二十八日、神語慶運四年八月四日は、日本の第四十六代天皇、在位、七百四十九年八月十九日、天平正法元年七月二日、七百五十八年九月七日、天平法治二年八月一日、及び第四十八代天皇、在位、七百六十四年十一月六日、天平法治八年十月九日、七百七十年八月二十 8日神戸運4年8月4日慶年月父は聖武天皇、母は藤原氏出身で史上初めて人身から皇后となった光明皇后、秋子。即位前の名は安倍内親王生前に法事聖徳貢献皇帝の尊号が送られている、職日本儀では終始、鷹野天皇と呼ばれており、他に鷹野姫天皇、山和猫天皇、山和猫のスメラミコととも称された。史上6人目の女性天皇で、天武系からの最後の天皇である。 この聖徳天皇以降は、江戸時代初期に即位した第109代名将天皇在位、1629年から1643年に至るまで854年、女性天皇が建てられることはなかった。略歴皇太子聖武天皇と孔明皇后の間にはついに男子が育たず、元伊王は創世、安倍内親王のみであった。 聖武天皇とあがたの犬飼の広戸地との間には朝霞新王が生まれたが、後ろ盾を持たなかったため即位は望み薄であり、天平10年1月13日、738年2月6日に安倍内新王が立体死し、史上唯一の女性皇太子となった。天平15年、743年、5月5日には現少上皇の午前で御節前を披露している。天平17年、744年に朝霞新王が没し、聖武天皇の王子はいなくなった。 直後に聖武天皇が倒れて渋滞に陥った際、立花のならマロは、皇子、皇位継承者、が立っていない、と気文王を擁立する動きを見せている。当時の女帝はすべて独身、未婚か未亡人、であり、安倍内親王が即位してもその次の皇位継承の見通しが立たず、彼女に代わる天皇を求める動きが彼女の崩御後まで続くことになった。後権天皇としての治性天平商法元年,年に父、749年、未知知聖武天皇の上位により即位した。 地政の前期は皇太后、皇明皇后、が貢献し、皇后偶式を改組したしびなかの長官で、皇太后の追いにあたる藤原の仲間丸の勢力が急速に拡大した。天平商法8歳、756年5月2日に父の聖武上皇が崩御し、新田部親王の子である船堂を皇太子とする遺書を残した。 しかし翌天平商法9歳757年3月、後圏天皇は皇太子にふさわしくない行動があるとして船堂を廃し、自身の遺構としてトネリ神皇の子大井の大君を新たな皇太子とした。この後鉄劇には、後圏天皇と中丸の遺構が働いたものと考えられている。強まる中丸の牽政に、焦った立花の奈良丸や大友の小丸らは、後圏天皇を廃して神帝を擁立するクーデターを計画した。 しかし事前に察知した藤原の中丸により、関係者は同年5月に粛清された、立花のならマロの乱。以降中丸の権勢はさらに強まった。打浄天皇時代天平法治2年、758年8月1日、皇見天皇は病気の光明皇太后に仕えることを理由に大井の大きみ、順任天皇、二条位し打浄天皇となる。 この日、貢献上皇には、法事聖徳貢献皇帝、皇明皇太后には、天平王正み正皇太后の尊号が送られている。 また、損傷として公権上皇には、上代、公明皇太后には、中代、が用いられているが、上代、は中国南朝、隋等においては皇帝及びその機関に対する損傷であった、皇帝、や、上代、の称号は政権担当者である藤原の仲室の単なる東風趣味ではなく、新天皇の正当性の保障者としての役割を大いの大きみ及び仲室から期待されていたとみられている。 中丸は大井の大君から、藤原江美阿村の生徒、おしかつ、の名が与えられ、藤原江美おしかつと称するようになり、貨幣中造権も与えられている。中丸は官長を東風に改名する、官職の東風解消、など、さらに県政を振るうようになった。天平法治3年、759年、光明皇太后が順任天皇の父、舎利神皇に尊号を贈ることを提案した。 順任天皇は後権上皇に相談すると、上皇は皇太后に対して辞退する相乗を行うよう助言をしている。結局、皇太后が再三説得し、トネリ神皇に、須藤仁慶皇帝、の尊号を送ることになったが、このことは後権上皇の影響力の大きさを明示したものとなった。 天平法治4年760年1月4日、中丸は大使、打上大臣に任命されているが、その際も後見上皇が順任天皇や百官が同席する場で突然口頭でその旨を宣言し、順任天皇が追認の形で正式な任命手続きを取った。 公権上皇は律令上は大臣任命の権限はないものの純任天皇が直ちにそれを認めたことで、公権上皇の影響力の大きさを明示するとともに中丸にとっても公明皇太后亡き後も上皇と天皇からの二重の信任を受けていることを明示する意味合いを持っていた。天平法治4年、760年7月16日に公明皇太后が崩御すると、公権上皇と中丸、純任天皇の関係は微妙なものとなった。 同年8月に貢献上皇、順任天皇らはおはり田宮に移り、天平法治5年、761年、には洞宮に移った。ここで病に伏せた貢献上皇は、看病に当たった湯下氏の僧、同教を長愛するようになった。天平法治6年、762年、5月23日、6月23日、二順任天皇は平城宮に戻ったが、貢献は平城宮に入らず北家寺に住居を定めた。 ここに、高野天皇、帝都隙あり、リ、と職日本が記がシルす貢献上皇と純任天皇、中丸の不和が表面化した。6月3日に貢献上皇は5位以上の官人を呼び出し、純任天皇が不幸であることをもって仏門に入って別居することを表明し、さらに国家の大事である政務を自分が取ると宣言した。ただし、この宣言がどこまで実効性があったかは研究者の間でも議論があり、実効性が発揮できなかったためにその後も混乱が続いたとする見方もある。 不和の原因には道教を除くよう順任天皇と仲間路が働きかけたことや、皇統の静着意識を持つ後見上皇が順任天皇に不満を持ったことなどが挙げられている。また、天皇の軍事指揮権の象徴である鈴院が光明皇太后の崩御後、直接順任天皇に引き渡されたことは、順任天皇に皇統の静着意識を持たせ、反対に後見上皇の不満を強めて皇統着流を争い始めたとする見方もある。 天平法治7年763年から天平法治8年764年には道教やキビのマキといった貢献派が養殖につく一方で、中丸の子たちが軍事的養殖につくなど、貢献上皇と順任天皇、中丸の勢力争いが水面下で続いた。 藤原の中室の乱天平法治8年764年9月11日、藤原の中室が軍事準備を始めたことを察知した後見上皇は、山村王を派遣して順任天皇の元から軍事指揮権の象徴である鈴院を回収させた。これを奪還しようとした仲間室側との間で戦闘が起きたが、結局霊院は後見上皇の下に渡り、仲中室は朝敵となった。仲中室は大乗官員を奪取して、大見国に逃走したが、9月13日に殺害された。 中丸廃止の知らせが届いた9月14日には、左遷されていた藤原の豊成を右大臣とし、9月20日には同郷を大臣前事とした。さらに9月22日には、中丸によって変えられた官庁名を旧に服し、10月9日には純任天皇を廃して大井親王とし、淡路公に封じて流刑とした。重曹聖徳天皇としての知性純任天皇の範囲によって貢献条項は事実上、行位に復帰した。 後世では貢献上皇が重祖したとして、これ以降は聖徳天皇と呼ばれる。日本史上唯一の出家のままで即位した天皇である。以降、聖徳天皇と同居による政権運営が6年間にわたって続くことになるが、皇太子はふさわしい人物が現れるまで決められないこととした。天平神後元年765年に飢饉や和家の王の無本事件が起きるなど、乱後の正常は不安定であった。 同年10月に聖徳天皇は道教の故郷である川内湯下寺に行行した。この湯下行行中に道教を大城大臣前寺に任じ、本来進化には行われない軍神廃河を道教に対して行わせた。またこの際の暗宮を拡張し、吉吉宮の建設を開始している。一方でほぼ同じ時期に淡路で廃帝順人が変死を遂げている。 11月には天皇即位と共に行われる大上会を行ったが、本来参加しない僧侶が出席するという異例のものであった。ただし即位式は行われていない。またこの年には根伝永年資材法によって開墾が加熱したため、寺社を除いて一切の根伝私有を禁じている。天平神後2年、766年。10月には海流王子でぶっ利が出現したとして、道教を法王とした。 道教の下には法神、法参議という僧侶の大臣が設置され、湯下五条清人が中納言となるなど道教の勢力が拡充された。一方で大上官の主席は左大臣、藤原の長手であったが、霧の巻霧を右大臣に抜擢するなど異例づくめであった。こうして聖徳天皇イコール道教の二等体制が確立された。聖徳天皇は次々と大寺に行行し、西大寺の拡張や西隆寺の造例、百万刀の政策を行うなど仏教重視の政策を推し進めた。 一方で神社に対する保護政策も扱ったが、伊勢神宮や宇佐八幡宮内に神宮寺を建立するなど神仏集合がさらに進んだ。また神社の異界である深海制度も開始されている。一方で、職日本儀では、政治と刑罰が厳しく些細なことで極刑が行われ、冤罪を生んだと評されている。 神語慶雲3年、769年、5月には聖徳天皇のイボマイ、不和内親王と氷上ミシケシが天皇を受訴したとして、名を改めた上で流刑にされている。同じく聖徳天皇のイボマイ、イ内親王を妻としていた中納言、白壁王、五の公認天皇は天皇の失死を警戒し、酒に溺れたふりをして難を逃れようとしていた。 神語慶雲3年、769年、太宰府の主審、神塚佐中富のシウムベアソマロが、道教が行為につくべし、との宇佐八幡宮の託戦を報じたとされた。これを確かめるべく、和家の清丸を直視として宇佐八幡宮に送ったが、清丸はこの託戦は虚偽であると復命した。これに起こった聖徳天皇と天皇の地位を狙っていた道教は清丸を解明した上で稲葉院外会として左遷し、さらに大隅国へ入るした、宇佐八幡宮信託事件。 10月から11月にかけては造営した吉吉宮に行行し、同地を最強とする旨を占した。神語慶雲4年、770年、2月、聖徳天皇は再び吉吉宮に行行した。死と後継行行,行翌月の3月半ばに発病し、病がすることになる。この時、看病のために近づけたのは宮人、女官、のキびの百合キびのまきびの姉妹または娘、だけで、同教は宝魚まで会うことはなかった。 道教の権力はたちまち衰え、軍事指揮権は藤原長手や霧の巻平大乗官に奪われた。8月4日、聖徳天皇は平城宮西宮神殿で崩御した。宝放五十三、聖徳天皇は生涯独身であり、こうなすこともなかった。職日本儀、放紀元年、七百七十年、八月騎士城によると、崩御にあたって藤原長手や藤原少なまろ、霧の巻平、軍神が集まって表議し、白壁王を後継として指名する、のこせんが発せられたという。 白壁王は公認天皇として即位する。一方、日本紀略、不装略記に引用された藤原桃川伝によると、放御後間もなく軍心が集まって表議し、霧の真き火が分野の大一もしくは分野の常味を押し、長手や少なまろ、藤原桃川は白壁王を押した。まびが事案に固執すると、長手らは白壁王を指名する聖徳天皇の遺書を読み上げた。このため白壁王が即位して公認天皇となるが、この遺書は偽造されたものであったという。 高知昌介は古代政治史における天皇制の論理において藤原桃川殿の記述が水鏡に継承され大日本史にも採用されたことからキビの巻き火が出し抜かれた藤原桃川が暗躍したとされる行きが一般的になったと指摘する河内は桃川が公認擁立時は政治に参画する立場になく桃川が暗躍したとする書説は桓武天皇の立体史の事情が誤って語られたものであると指摘現在ではこの説が広く支持されている なお、道教は失脚して下付の国薬師寺別島に左遷され、湯気の清人も土佐に流された。梱伝子友も放棄3年、772年に再開されている。